では今日はですね、蒜山高原の、ゆうゆうさん、やっと来れました。蒜山高原っていうところだそうです。蒜山高原、はい、もう食べましょう、お腹すいたんで。店主一押しの定食がおすすめです。私は味噌汁が飲みたいです。米はいらない。あ、唐揚げもありますね。いいですよ、この飲んでみますか、現代のビールを。焼きそば、これはあれでしょ、セットあるんですか。蒜山焼きそばといえば B 級グルメでしょ。殿の方が詳しくてどうする。あ、だから殿は岡山に住まれてたんですよね、きっと昔から。昔 B とかラベットあったかな。あります。あったら、はい、B 級グルメの蒜山焼きそばと、唐揚げ、これ唐揚げグランプリ金賞の唐揚げでしょ。どんな感じなんですかね。焼肉のタレみたいな感じですか、ね、なんかそうツヤみたいな、そういうのじゃなくて。ニンニクの味しない。うん、あ、ついてると思う。ニンニクのなんか風味がするのと、あの焼肉のタレな感覚。向こうってソース、こっちはなんかソースというよりも焼肉のタレ感。酸味とかじゃなくて甘みがあって、ちょっと甘みもあるような、うん、でも甘いだけじゃないよね。そう、スピリッと、そう、スピリッとくるような感じもあるし、うん、唐揚げですか。はい、唐揚げ、唐揚げいただきます。すごい、大きい。入りますか。はい、いただきます。ジューシー、めっちゃジューシーです。柔らかい。結構いけるな。これ食べれますね。この大きさがあっていけるよな。うん、うん、あのめちゃくちゃね、肉厚なんですけど、あの何、サクサクじゃなくてジュワーって感じ。それは多分みんな焼きそばをね、蒜山焼きそば注文するとか、あえてカレーと。辛い？まあ、いや全然辛くないです。なんかね、うん、なんか上品な感じのカレーですね。なんかどちらかというと、うん、無駄がないというか、うん、ホテルカレーというか、ちょっと、高級感ある。うん、すごい。
なんていうんですかね、あんまり癖がないから、うん、逆にこのカレーのルーと、うん、この唐揚げエビフライが引き立つ感じですね、うん、すごい口当たりもいいんで、これはお子さんから大人までいけます、まあ、味もね、甘口、辛口、中辛口、そうですよね、そうかそうか、うん、あったね、唐揚げとエビフライのカレーにしてるから、あのルーは本当にサラサラだよね、そうですよね、うん、私もかけたいです、エビフライもこの中のこの肉エビがね、好きなエビフライが、うん、太いです。で結構この外側の顔も顔食べちゃった。柔らかいですね。もうそのままいきますねこれ。顔食べれた。ね、おお。そうですね。なんか大体口の中でバリバリするじゃないですか。うんうん、そうじゃないですよ。溶けるような感じですね。いやー美味しかったー。なんか結構ボリュームあったけど唐揚げも大きくて、だけど。なんかすぐ食べれた、なんかもうちょっと食べれる気がする、食べれる、でもせっかくなんでね、あの腹8分目でいろいろね行きたいのでね今日は、でもね、本当にここ初めて来たんですけど、すごいお客様もねいっぱいでね、いっぱいだし、この時間帯ずれてるのに来るし、1時ぐらいに私たち入りましたけど、なのでエコフィーキがすごい、そうですね、会員様のメルマガ会員様、はい、エコフィーキが気になる方はぜひメルマガ登録をしていただいて、はい、召し上がってみてください。多分ゴールデンウィーク混みますよ、皆さん、そう、概要欄にもねそれ貼っときましょう、 ね、 ね、じゃあぜひ来てくださいね。ですー、これがジョーカーのボタモチか、開けてみよう、なんだこの服は、これは西洋の服じゃないか、力がみなぎってくる、今日の晩はパスタとカレーどっちがいいかしら。タナ、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 タナ。うん？誰か呼んどるの？タナ、タナ、タナいませんか？タナちょっと聞いて。タナ。何者だ？え、どうしたの？くせ者！で、で。時は1713年、美作の国のとあるお城に殿様がおった。和菓子が大層好きで、いつも通り和菓子を食べようと蓋を開けたところ、眩しい発光とともに現代へタイムスリップしたのだった。自らの服装が見慣れない現代の服装だったので、自らの立場に少しずつ気づいていくのであった。どうしました？わしは一人なんだけど。一人でいい？いや、私いますけど。なんだちみは？なんだちみはじゃなくて、そうです。私、あなたの付き人ですよ。私、秘書ですよ。え？どうした？お付きの者はいないのか？いや、私がやりますから、大丈夫ですよ。何をそんな悩んでるんですか？どうしたの？ちょっと、え、どうしたの？どうしたことか、どうしたものよ、タノちょっとあっち行きましょうかね、どうぞお手をどうぞ、はい、行きましょう行きましょう、じゃあこちらで、そういえば、そういえばこの顔は見たことがあるかもしれない、ボタモチ担当の小僧。小僧、ちょっと待って、小僧？ボタモチの担当の小僧。あ、私小僧だったんですか？その小僧ではないか。まあいいか、じゃあ私合わせるのは寂しいと思うから、で、どういう風に、何したらいいですか？ボタモチをくれ。ボタモチ食べたい。 OK、 思い出すかもしれない。